スポーツデポアルペン、トレーニングの後だって来たくなる。街でも決まる。アディダスのスポーツウェア、お近くのスポーツデポアルペンで試着で限定グッズもらえる。ジェネレーションズフロムエグザイルトライブの皆さんです。拍手。さあ、では3つ目の特テーマこちらです。1日試してみたい人、まあ、今回の試着ということで試してと言ってますが、なってみたい人とか書いていただきました。これはですね、せっかくですから、はい、一斉に飛んでいきたいと思います、はい、いいですか。はい、はい、はい、大丈夫です。フリップ間違えてないですね、はい、大丈夫ですね。表に出る方ですよ、はいはい、それではジェネレーションズの皆さんが1日試してみたい人はこちら、せーの、ドーン。なんでしょう、ツッコミどころ満載の誰。はい、皆さん落ち着いてください。じゃ あの時間もあるのでテンポよく聞いていきましょう。僕も一日試したい人というか、まあ、最近巷で噂も同一人物なんじゃねえかというぐらいの、ね、うん、ちょ、笑った顔が似てるって言われてる、ね、似てる、似てるよね。隼人が笑った瞬間、はい、ガシャ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 ってカメラ、最近エグザイルザセカンド哲也さんとかからも直接 LINE でなんか加工したその僕と宮野さんの写真をくっつけたのとか送られてくるぐらい、最近なんかふつふつと同一人物説が流れておりまして、これはまあ都市伝説の間で止めておきたいんですけど、カメラさんが今待ってるから、もう一回笑ってみてガシャガシャってくるから、おら来た来た来た。動画の方もフラッシュムービーの方もすごいよ。そうですね、じゃあ後方のムービーさんにも、ムービーさんにも、はい、ありがとうございます。そうです、もうやっぱ山崎賢人くんですね。やっぱ友達かよ、神々やないですか。やっぱザキケンくんやっぱかっこいいですよね。略すなや。呼んでる人聞いたことない。あの、うん、若手俳優人気ナンバーワン、ナンバーワンじゃないですか。まあまあまあ、そうですね、そうですね、うん、やっぱ憧れますよね、やっぱいいなって思う。なんか普通の大学生みたいなもん、ね。うん、これですね、学園もののキラキラ映画に出るっていう、要はあの山崎賢人さんって書いたのはこういうことなんですよね。あ、なるほど、さっきの話が、なるほど、キラキラものに出たいということですか。学園ものにずっと出たいんですよ僕。本当に子供の頃女王の教室見てからずっと学園ものに出たいんです。あのそれなんや、しかも学園もの。なるほどなるほどなるほど。でも、先生とか嫌なんですよ。え、生徒で出たいんですよ。いや、どう見ても体育の先生や。いやいや、ね、しかも今の格好からしてもごめんなさい、もう体育の先生でございます、うん、もう。あと年齢的に無理だね。いや、もうそういうのも跳ねのけて出たいんですよね。跳ねのけてね、跳ねのけた枠ね。え、留年とかはダメなのね。留年しまくってる生徒とか。でもそれキラキラじゃないじゃん、それやっぱさ、ちょっとあの喧嘩系じゃんそれは。なるほど。だから本当に純粋に18歳を演じてみたいってことですよね。そうだね。恋愛、恋愛映画、恋愛したいね。キスシーン、壁ドン、壁ドン、壁ドン、キスシーンっていうか、まあ三角関係だね、やっぱね。その時点でキラッとなって、ね、キラキラじゃないっす、不純だな、うん、題してジェネレーションズ試着バトル、イエーイ。はーい、制限時間が1分となります。それでは3、2、1スタートでいくので、皆さんスタート一緒に言ってくださいね。それでは始めてまいります、試着バトル、せーの、3、2、1、スタート。さあ、まずはアランさん、アランさん、はい、着替えはどこから行ってますか。横です。ちょっと待って、みんな横から着替え出している。さあ、続いて涼太さん、順調ですか。はい、ちょっと焦ってます。焦ってる涼太さんです。そして龍斗さん、今の状況教えてください。こちらすごい雨です。雨がすごいです。天気予報かーい。さあ、そして隼人さん、残り30秒になりました。どうですか。全く間に合いそうにありません。何間に合いそうにない。レオさん、靴もちゃんと履き替えてくださいよ。あ、今あの大胸筋矯正サポーターをつけました。何それ。メンディーさん、残り15秒です。間に合いますか。はい。ゆうたさん、最後かっこいいポーズ決めてください。何やってんですか。どんな混乱ですか。さあ、残り5秒カウントダウンいきます。5、4、3、2、1、終了。
ちょっとだんだんよくわかんなくなってきて、かっこいい拍手お願いします。生着替えということですけど、いかがでしたでしょうか皆さん。あのさっきちょうど今控えてた時に映像を見たんですけど、結構生々しかったですね。足の感じとかね、なんか思ったより結構節々まで見えてたんで恥ずかしかったですよね。そういう感じがね、パンツ一丁になってるの分かったよね、シルエット。分かりましたね、パンツ一丁感がすごく恥ずかしかった。恥ずかしいな。なかなかないですよね。なかなか生着替えすることってないですよね。後にも先にもないかもしれないです。レアだね。メンディさんいかがでしたか。いやなんかそうです、かなりあのその企画が面白いなと思って、自分でも初めてやるので面白いなと思ってやったんですけど、やらせていただいたらやっぱすごい生々しかったんで、あの今後やる人がいたらちょっと気をつけてもらって。どの辺を気をつけてあの生々しくなるよってことを分かった上で聞いた方がいい。、はい、